今年は全国的に平年より早いということで、広島は3月21日が桜の開花予想となっています。はい、これは平年と比べると4日早い予想です。これはいいですね。3月21日、うん、3、2、1、開花。もう覚えました。覚えました。大丈夫です。でこちらですが、日本気象協会によりますと、はい、2月の気温は全国的に平年より高くなり、3月にかけても気温は平年並みか平年より高くなるところが多い予想で、はい、桜の開花は全国的に平年より早くなるところが多いということです。そうですね。はい、まあ、この後2月3月の天気とか気温にこの後は、ね、影響されてくると思うんですが、うん、やはりなんか年々早くなってきてますよね。そうなんですよね。去年は全国的に記録的な速さで開花進みましたが、うん、はい、まあ、そうなってきますと今年も早くなりそうですよね。ちょっと早めなんですよね。うん。